皆さんこんにちは、バンガルチャンネルのナックとカンカンでーす。はい、ということで今日はギアクロニクルとネオネクタールのダイエットでございます。はい、ギアクロニクルと言いましても、僕はネクステージを使ったデッキにしようかなと思ってます。はい、で僕はネオネクタールのアーシャを、巻き締まったアーシャを使っていきたいと思います。はい、なんでまあグレード4対アーシャトークンって感じの対決になると思いますので、じゃあ早速じゃんけんしていきますか。はい、最初はグーじゃんけんほいしーじゃあ行きますか。行きましょうかって、せーの、スタンドアップバンガロードラン、春待ちの乙女オズ。じゃあ、はい、ドロー。じゃあライドします。クロノトゥースティガーワンドローしてダンシュリョ。はい、いきなりの裏切りのライドです。裏切りライドだ。あ、もらう1枚しか入れてないんだよドロー、ライド、メイデンオブスイートベリー。はい、オズの効果、まあ、ライドされたので1枚ドロー。相手のバンガードがグレイチージョーならクイックシュート。出た新ルール、やってします。結構強いんだよな、何かと便利ですからね。うん、で、メイデンオブスイートベリーの効果、登場時プラントトークン1枚までリアガードサークルにコールします。で、まあ、バンガードがグレード3以上ならソウルチャージもあるんですが、今回はグレード1なんでプラントトークンだけをコールします。はい、はい、ではアタックに入ります。1万3000でバンガードにアタック。ノーガード、はい、ドライブチェック、やろう、はい、ドロートリガー。あー、強い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 。1枚バンガードに振って1枚ドローします。どうかな、くそ、これでターンエンドです。はい、スタンド&ドロー、ライトフェイス開始しフロントスが抜けてバンドローしますめちゃめちゃ嬉しそう映せないのもったいないな、今の映像ライド、はい、ティームスから浮かぶ効果使います。ヒューチ払って手札1枚捨てることで、はい、ドライブプラス1、はい、コール、はい、テキパキワーカー、はい、ソルバスト2、この子を山札が下に置くことでワンドローします。いいね、いいね、いいね。ガンガン行こうとする、まだ早いんじゃないですか。いや、この辺でいいと思いますけどねあいつ必死だぞ、勝つことに貪欲すぎる攻めすぎると困りますよ、次のターン。困る、よし、もう楽しよう。はい、じゃあマガード、ドライブに、おお、なるほど1万5000でガードします。キラキラのガード使い合って1枚目、はい、ほら2枚目なんもねー使ってもやつじゃねえか、立てもらう、ここは行ってもらいます。ダメージチェック、はい、こちらです、頑張ります。ダンダンドドロー、はい、アルゴロストラゴン、ティンバー、開花の乙女、キャラをコールします。ではキャラの起動能力、カウンターブラスト1枚払ってプラントトークンを2枚までリアガードサークルにコールします。うん、でティンバーのスキルで1枚は1万トークンになります。はい、バンタイコールします。バトル入ります。はい、1番でバンガードにアタックします。いやー結果きちいんだよなそれ、マジで。何だろうな、今7枚です。7枚、あ、1枚はピークシルです。切るか、チョン切った。はい、じゃあバンガードで1万5000でアタックします。ここなんだよね、マジで問題はさ、1万5000でしょ、25になるから2万いけないといけないけど、2万ないから2万でいいよ。ノーガードで、ノーガードでいいよ。はい、ドライブチェック、バンガリア、おいおいおい、おどうなってんだ。一応ハリアガロに1枚ドローします。この問題はきついって、どうドローしようか。あ、キルした、やったまあ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 、これで1万されたトークンで2万5000でバンガードにアタックします。 25? いや、す、守りたいな。いや、まだ言ってんの、1万5000だろ、いや守る、1万5000だろ、そんなターンエンドです。こんな安い攻撃通すわけないだろ。ライド、イマジナリーギフト獲得します。ほい、プラチットドラゴンの効果、手札からグレードが合計3以上になるように1枚捨てます。で、それであなたに雨だったらグレード4を1枚探し、スタンプでライドして山札をシャッフルする。いやー、ここであのネクステージとかにもいいんですけど、じゃあ何に戻るかな、先行だと何なんだろうな。ライド、クロノタイヤここで突如現れる名人時々 見え隠れしてましたけどねはい、はい、コール、スチーブブレスドラゴン、はい、あ、もう一回シャッフルしてもらうといいですけどあー、いない、うーん、
や、この順だから、めっちゃ強かったよ。今日のやんなきゃよかったシリーズ。で、このね、スチームレースはもうすでにスペリオライズするのにデータ吸ってるんで5000になります。あ、いつでもいいんですね。そう、いつでもいい。毎週上がってるの。はい、ここまで出した下げたコール、ナブで、はい。いいんですか、そこで。え、大丈夫ですか。ここが一番安全なんだ。いや、毎ターン使うわけじゃないですか。サンタバス1、どこか1番ということで、ドライブプラス1。困る。あー、テント1枚になっちゃったもんね。いきます。はい。クロノタイガーリビリオンで、バンガードにアタックしたとき、クロノタイガーリビリオンの効果、自分のテントが枚数に応じて以下の能力を全て発動させます。まず5枚以下なので、相手の前列のリアガード2枚退却。はい。ああ、そうだった、プラントトークンが。で、3枚以下なんで、前列の1個のパワープラス1万。はい。育ててるんだよ。まあ、カウンターブラスト払っただけですけど。はい。で、手札が1枚以下なんで、はい、ダメージゾーンを全て裏にすることで、これ裏になってる場合は、別にこれで OK です。はい。そのターン中、このユニットは永続、相手のガーディアンを全てのシールドマナスでございます。じゃーん。はい。はい。で、2万5000、ヴァンガード、トリプルドライブ。クリティカルでーす。いや、もうここは、もう完全ガードです。今持ってんだよな。まあ、コストは、こちらで。ってことは、アーシャも2枚持ってるってことか。どうぞ。1枚目。ポン。イェーイ。やるねー。あー。やるねー。効果は全て、スチームメカニックのアブーに。はい。2枚目。ポン。やるねー。やるやるやるすぎ。今僕は23だから33にしちゃうかな。はい。そしてワンドロー。そして3枚目。はい。これ昼めてめて。これ昼じゃない？これ昼じゃない？はい。ああ、さすがに。さすがに。結構やりすぎですよ。はい。まずは感じたんで。じゃあ33,000番号です。ノーガードです。ノーガードです。ダメージチェック。クリティカルトリガー。あー、トリガーがいいのか、普通に。よし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 。じゃあ、38,000でアタックしたとき、ナブーのスキル。ドロップゾーンから1枚バインドします。はい。することで、このバトル中、相手はグレード1以上をコールできなくなります。はい。完全ガード切ります。うわ、ここ、みんなに使わされた。よしよしよし。で、バトル終了し、はい、ソウルに入れて、で、ターン終了、はい、で、ターン終了時のプロジェクトドラゴンのことでリベロン退却させて、ライドします、はい、で、レストでライドするんで、ライドしたから、まあ、ちょっとこっちに入れてソウル入れて、おしまい。はい、じゃあ、ターンもらいます、はい、スタンド&ドロー、ライド夢つぶぐらランキアス、アーシャ。で、イマジナリーギフトフォースをもらいます。はい、何でしょう。フォース2でヴァンガードに置きます。どうぞ。はい。アーシャのスキルを使います。はい。ソウルブラスト1することで、あ、リアガードを2体対決させるようになった。で、アーシャの花用性トークン1枚リアガードサークルにコールします。では、コールします。アーシャの花寄せトークンとは、永続能力でアーシャを含むあなたのヴァンガードと同盟になります。アタックした時、はい、アタックした時、アーシャを含むあなたのヴァンガードを1枚選び、そのバトル中このユニットのパワーとクリティカルをそのユニットと同じになるまで増減します。まあ、ヴァンガードと同じパワーってになるけどね。そうですね、簡単に言うとその通りです。はい、ゴールします。はい、ラダンキュラスの花乙女アーシャ。強いね。登場した時、カウンターブラスト1することで、プラントトークを2枚までリアガードサークルにコールし、このユニットのパワープラス1万です。まあ、これは5000トークを2枚コールします。はい、1万。ほい。まあ、アーシャの花乙女はブーストしても意味ないから、そこに行く必要ないよって感じですね。そうですね。では、ヴァンガードのアーシャの能力で、永続的にアーシャを含むあなたユニットが2枚以上なら、このユニットのパワーをプラス1万、さらに3枚以上ならクリティカルをプラス1します。まあ、ルイのアーシャと花寄せで2枚、リアのもう1枚のアーシャで3枚ね。さらにフォース2で、まあ、そういうのそういうの。すっかり俺もじゃん。フォース2は相手ターンも
見てから当たっていいのはい、ではバトルに入ります。前からそれ出てくるんだ。ラスト1000でもいいです。それ2万8000で、うん、バンガードにアタックします。ミストルは3です。ノーガード、はい、ツインドライブいきます。ダイブチェック、ノートリガー、危ねえ。セカンドチェック、ノートリガー、3点でも3点だよ。そう、まず3点いけます。はい、ピエルトリガーしないです。はい、1万パワーアップ、2枚目、はい、3枚目、はい、これギリシャしかない、まあ間違いです。ではアーシャの花妖精トークンでアタックします。でアタックした時、バンガードと同じパワーとクリティカルになるまで増減します。はい、なので1万プラスとクリティカルが2個乗ります。2万、2万3000とクリ3ですね。おばっちゃいトリガーにマジで救われたな。5000で感じます。はい、ではラナンキュラスの花乙女アーシャでリアガードのスチームブレストラボにアタックします。2万8000ですね。人工要求、人工要求か、やられたこと、はい、まあ、これでターンエンドです。はい、ターンエンド、ドロ、いいね、最強の引き出した。まずはクロノジェットドラゴンの効果、手札から合計グレード3じゃないするんですけど、ベアリングローバーは、グレード3として捨てられるので捨てます。いやー、お待たせしましたよ、一番下にいたスペリオライド、クロノドラゴンネクステージ、はい、いやーコール、スチームブレストラゴン効果、はい、ちょっと寂しい、こ痛い、悲しいよ、いたらめちゃめちゃ強かったですけど、めっちゃ強かった。そうか、そうなんだね、そこはしまい、イルカブスキ、はい、スイッチ、はい、結構に近いですということでドライブでやってみました。あのイルカブ厄介だな。13だから出しちゃおうかな、ジングル出します。じゃあバトルしましょう。はい、まずは15000クリティカルにトリプルドライブでランガード、頑張って守りな。15000で、今日5000ってことは2枚貫通です。2枚貫通、まずはどこに振ってくれると信じて1枚目、はい、ピュッ、あー、はい、目がいる、目、ピュッ、ピュッ、おそれもきつい、はい、あれよし、よし、はい、でも大丈夫。でバトル終了時、あなたの装備にクロノジェットドラゴンがあるなら今度は2枚捨てることでコネクトを退却させ、装備からクロノジェットドラゴンをスタンドでライド、はい、で、そのターン中パーパス1万5000して、ライドできなくなります。でクロノジェットドラゴンもライドしたのでイマジナリーギフトを通してルーパットでバトル、はい、2万8000バンガードなんですけど、アタック効果カウンターバスすることでそのバトル中コネクトのパーパス5000して相手を完全ドラゴンに行くことができません。はい、はい、おや、3万3000クリティカルに、あ、ドライバー消えてる、まあさすがにちょっとここはノーガードです。はい、違う、2枚、はい、ドロードリガー、そしたらここは殴る人どうかな、殴る1枚になります、はい、で、ドロー入ったんでワンドロー、はい、ういっと、じゃあ2点、この2点ダメージチェック、はい、ヒールドリガー1万はバンガードに振ります。やばいやばいって、セカンドチェック、もう1枚寄ってくれ、くらい、やられた、届かなくなった、いや1万8000、はい、花妖精相手ラブーの効果絶対使うもんな、まさか来ないのか、あのラブーつえー守ろうここないじゃん、グレードゼロがさ1枚クイックシールドだよね、だから2万8000までいくのか、2万8000、やばい、あと1枚がそうですよ、よし、アタックナブー、
敵を強化でブースト、マブーでアタック、アタック時ドロップゾーンから1枚バインドすることで相手はグレード1以上ゴールできない。いやでもここ2枚ありますからね、うん、こっちな気しますけどね。もうバンガーでアタック1人だよ。しかなんかの使えないからバンガーです。そんな言うとそんな勝ちたい。うわー、いや、待って。はい、ノーガードです。2点くらいな。いやでもヒール蹴んない、もったいない。1枚目からのもう1点、頼む頼む、ダメチェック。くっそーあったー、ナブルツー。いい達成でございました。ありがとうございました。ということで、僕が今日使ったギアクロニックのデッキはこちらです。はい、まあ今出てる、レシピ出てると思うんですけど、まあ基本的にはクロノジェットドラゴンしかグレード3入ってなくて、ネクステージのと戦うんですけど、まあネクステージはね、グレード3以上の番組のアタックしたバトル終了時しか、効果が使えないので、まあ、先行取った時とか、あとは爪の別プランとしてリベリオンが入ってます。で、このリベリオン結構大事なんで、まあ合わせて使ってみるといいんじゃないかな。あとはやっぱ今最後も見えた通り、まあ、ナブーは本当にグレード0がないと手札何枚持ってても関係ないんで、まあその辺で結構強力かなと思いますね。まあいろんな方法でガードを制限もできるんで、その辺うまく使って攻めてみてください。まあ今回僕が使ったネオネクタールのアーシャのデッキはこちらです。まあやっぱりアーシャの花寄せトークンが強いので、まあフォース2を取ったり、まあ1取っても、どっちを取っても結構強くて、2取れば相手がダメージ2だとしても結構詰めやすくて、まあそうだね、今1点から真相なさったね。1取ってもまあもちろんパワーがあるので、どちらとっても強いですね。で今回使った開花の乙女キャラはカウンターブラスト1枚払ってトークンを2体出すことができます。グレード2の時からもトークンが出るんで、もう一気に点を詰めて次のアーシャのターンに備えて、まあ、相手に点を入れればもう次のグレード3ターンでも、まあ、決めきれるような高火力のデッキとなってます。そうだね、あの結局アーシャーがクリティカルを増やしてくるのかフォーストを増やしてくるのか分かんないから、相手の速いテンポの攻撃に対してこっちはガード値切らなきゃいけなくて、でガード値を切らされると、まあ、フォース2取るとパワーは低いんだけど、あの相手のガード値減ってるから別にそれはそれで通るし、ガード値切ってこなかったらフォース1取ればいいっていうスイッチができるんで、まあ、その辺が結構ウィットに戦える部分かなとは思うよね。ということで、今日使ったギアクロニクルとネオネクタールのデッキはエクストラブースター第14弾ザ・ネクストステージとトレイルデッキ、ギアクロニクルとアーシャですねのカードを使った、デッキ、まあ、オムにねとなってますので、まあ、ぜひぜひ皆さんゲットしてもらえればと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。